3月28日アフタートークの司会を務めます永井エリサと申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。登壇していただいた皆様にお名前と劇場公開を迎えて一言いただきたいと思います。監督を務めました松浦です。本日はありがとうございます。いろんな映画がある中この映画を選んでいただきまして、本当に嬉しいです。本日はありがとうございます。撮影と照明を担当しました佐古と申します。本日はありがとうございます。2年前に撮影したのでちょっと時間が経ってしまったんですが、皆様の目に届いて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。音楽プロデューサーを務めさせていただきましたフォトディと申します。本日はありがとうございます。松浦さんの初期作品で音楽を担当していた音大出身の今は芸人になりましたピアノ芸人的場優です。私も作曲するのでフォトディに負けないぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そんなピアノ芸人としてテレビ番組の歌ネタ王決定戦第5位、女芸人ナンバーワンザ・ W 5位と全部5位です、はい、着実に実績残しております的場優さんですが、はい、一番 お話にも出ましたが、実は松浦監督の初期作品の音楽を作っていらっしゃいました。そんな的場さんから見て今回の映画はいかがでしたか。はい、松浦さんの結構作品、私もう、4つか3つ見たんですけれども、やっぱりなんかその本人の人柄もそうですけど、なんかドライな中にすごい熱いものがあるっていうか、それがすごい魅力だなと思って、なんか淡々と進んでいくんですけど、なんかやっぱり中にすごく熱いものっていうか、私と松浦君のやっぱ共通点っていうのは、やっぱりなんか夢に向かって頑張ろうっていうので、すごくこう意気投合して友達になったので、なんかそれが熱く流れてるっていうのがいいなと思って、やっぱ松浦君変わってないなと思って、はい、もうなんか本当に感動しました。こんなに立派になられましたね親戚のお母さんみたいな前村さんは、初めて会った時からすごい天才だと思いました。歌が本当良かったですね。今すごく人気が出てきてますけど、正直ここまで急ピッチで、ね、有名になっていくとは思わなかったですけど、でもいずれ有名になる子だと思ってましたし、出会えて良かったです。はい、ゴッドタンっていう、バラエティ番組で、スナック眉村千秋っていうなんかコーナーがあって、はいはい、でそれで先に知っていて、あ、そういう方がいるんだなと思ってたら、松浦君の映画に、主役っていう風に出てきてて、はい、前村さんについては歌もすごく素敵で、すごいなっていうのは思ったんですけど、会ったことがないので、私は会ったことある松浦君のことで言うと松浦君はすみません、会ったことある人しか私は興味ないんですけど言わないで松浦君はその先見の目があるというか、はい、この夢の音はすごいパワースポットなんだなと思って、的場優もフォトディもこれから売れるんじゃないかなと思います。さすがですね。笑かしてきますね名前につけられちゃった。いや、さすがです、はい、ありがとうございます。それでは佐古さんからも眉村千秋さんについてコメントをいただいてもよろしいですか。プロの役者さんとお仕事をすることも多いんですが、眉村さんはそれとは違ったすごく瞬発力のあるフレッシュなお芝居をする方だなと思って、やっぱ一発目テイクワンが一番すごく良くて、プロの役者さんにはない良さがあったなと思いました。最初快楽的主義っていう、冒頭の中で2番目に歌った曲、あの曲をフォトディに作ってもらったんですけど、もともとそれが冒頭の曲だったんですけど、もうちょっとなんかダークな感じっていうか、戸田夢乃さんの方に寄せたいなっていうことで、冒頭のちょっと、暗めというかダークな方の曲をフォトディに作ってもらったっていう。作詞と作曲はどちらが先だったんですか。曲ですね。曲が先、はい、曲に、はい、バンド像があってそれに対して音楽を作って歌詞を乗せてとか。では今回特別にこの会場内にて的場優さんのネタを披露していただけるということでございましたので、はい、ありがとうございます。それでは的場優さんよろしくお願いします。すいません、よろしくお願いいたします。はい、
人的場優です。皆さん、世の中には今日の夢の音もそうですけども、素晴らしい映画やアニメ、テレビドラマがたくさんあると思うんですけれども、全て見るには時間がかかるので、今日は私が手短に紹介していきたいと思います。手短にまとめたい、手短に伝えたい、ミッションインポッシブル。トムがカッコつけるだけ、手短にまとめたよ。お次はスターウォーズ、宇宙人のいざこざ、手短にパイレーツオブカリビアン、ジョニーデープのプロモーションビデオ、ライオン薄い、手短に。この短時間のうちにハリウッドシリーズ3つ見たことにはなりますね。お得ですね。次は邦画に行きたいと思います。じゃあ君の名は、男と女が入れ替わってなんやかんやでおしまい、手短に、ね、なんやかんやが感動するんですよね。次はオールウェイズ3丁目の夕日、お年寄りの昔話、手短にムーキーズ、やから手短にさせていただきました。ありがとうございます。ここからはアニメに移りたいと思います。まずはワンピース、仲間の大切さ押し付けてくる、手短に、これテレビでやったら一炎上したよ。シーンが特に撮影していてビューファインダー越しに見ていて鳥肌が立つぐらい、本当にみんな本物のミュージシャンなので素敵だったので、ぜひ、注目していただいて、私と同じく鳥肌を感じていただければいいなと思います。そして本当に今日ご来場ありがとうございました。改めまして、本日はご来場いただきましてありがとうございます。才能を持った、ミュージシャンと、あと、役者さんが、一緒になって必死になって作った映画です。少しでも皆さんの心に届いていれば、嬉しいです。本日ありがとうございました。なんか今ちょうどこれ見てたら、伝えたいこの気持ちって音楽を気持ちって書いてあったんですけど、本当に気持ちをみんなで込めて作った映画ですので、皆さんに拡散していただいて もっと盛り上げていけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。夢の音を手短にしたらどうかなって、どうなるのかなってと考えたんですけど、うまくいかないんですけど、なんかショールームの可能性を見出す映画って言いたかったんですね。っていうのがですね、私太田プロなんですけど、山田久美子さんがもう何年も前にもう一番一流の芸能人になられて、今ショールームを自分でやってるんですね。自分のスマホで
こう自分でこう映ってなんかショールームにハマっていらっしゃるんですね。だから山田邦子さんにおすすめしたいと思うよ。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。本日のアフタートークゲスト、松浦健監督、カメラマン佐久間澄さん、音楽プロデューサーフォトディさん、そしてピアノ芸人の的場優さんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。